初めに天地創造があった。万能の神は全てを作りたもうた。光、水、大地を作り、そしてそこに住まう生き物を、動物たちを作ろうと思ったけど、面倒になって下請けに出した。この星の将来どうだい、壮大な未来は見えそうかい。僕の描く将来どうだい、 So everybody yeah it's show time。 日々終われ日々もまれないし、もうやめたい投げ出したい悩み、その中で諦めず探し、いけるかも自分いけるかも。ここが動物たちを作る部署、天地創造者のデザイン部よ。下田くん、君にはこれから新人天使として神様とここの連絡役をしてもらいます。はい、頑張ります。上田さん、そっちは例の新入りか。ええ、お手柔らかにね。下田です、よろしくお願いします。はいはい、よろしく。神様がご自身で全てを作ってるわけじゃなかったんですね。何しろ種類が多いから、デザインと製造はここに業務委託に出してるの。いわゆる OEM、 相手先ブランド名委託生産。神様はそのクライアントってこと。勉強になります。会議の時間だわ、早速参加してもらうわよ。はい。本日から下田くんという新しい天使が加わりました。よろしくお願いします。はい、早速会議に移りますが、本日検討するクライアントからのオーダーは、すっごい高いところの葉っぱが食べられる動物です。今3つの案が出ていますが、まずは私の提案した。あ、ペガサスだ。確かに飛ぶ動物ならどこに葉っぱが生えていても大丈夫ですね。土屋室長、また馬ですか。何か問題かね。馬はいくらでもアレンジ可能なデザインだよ。土屋室長の代表作は馬なの。名デザインじゃないですか。ええ、でも名作すぎた馬に取り憑かれて、何でも馬ベースにしてしまうの。次の案を見せてもらおうか、水島くん。はい。ピンポンツリーです。これ動物？高いところの葉っぱを食べるっていうか、もはや食べられる側の植物って体だけど。俺は斬新さを恐れず、常識にとらわれないデザインを心がけているんだ。いや、水島、だいぶ攻めたね。長さは自在に伸び縮みが可能。そしてこの球体の部分で獲物を捕らえる。え？やだ、気持ち悪い。なんでこんなもの思いつくの？美しくないわ。そう？私は好きだけどな。確かにメイドちゃんは食虫植物考えたことはあるもんね。好きそう。食虫植物。彼女もデザイナーよ。代表作は毒ガエル。え？それじゃあ最後の案だよ。海原くんの考えた首長鹿。いやー、木の上の方の葉っぱを食べる動物だったら首を伸ばせばいいかななんて思って伸ばしてみました。なんて安易な。安易な考えだね、海原くん。ですよね。とりあえず下界に放った際、動くかどうかエンジニアに投げてみよう。エンジニア？下界で自力で繁栄するには、いろんな条件をクリアする必要があるのよ。そこでこの試作室。
エンジニア宛てにデザイン案を投函するの。我々の考えたデザインで動けるかどうか試作品を作ってもらうんだよ。メカニックな部署があるんですね。あ、開きましたよ。おや、ずいぶん早い。土屋さん、ペガサスは作れないって以前申し上げたはずですが。樋口さん、そこをなんとか。だってかっこいいよ、馬だし。こんなでかい動物が飛べるか。何べんも何べんも言ったでしょうが。いい加減分かってください。彼女がエンジニアの樋口さん。羽を動かして飛ばすには筋肉量が足りないの。そうそう、私も飛ばすのには苦労したのよ。骨や羽の軸を空洞にしたり、排泄は頻繁にさせたり、軽量化が大変だったわ。美を追求するのって大変なのよね。つまりペガサスをリアルで作るってことは、超バッキバキのマッスル馬がどかどかバフンを撒き散らすってことに。だから無理です。そんな。で、この水島さんのピンポンツリーだけど、これも無理です。重力に耐えられないんで。残るはこの首長鹿だけど、このままじゃダメだね。そうなの？草は食べられそうだけど。そう言うと思って原案のまま作ってみました。脳貧血です。首が10メートルだと頭に血液を持ち上げるのに 1.5 トンの心臓が必要だから、立ちくらみで即倒れるの。かわいそうです。じゃあ逆に足を伸ばせば。どうやって水を飲むんだ。無理だろ。じゃあ中間にすれば。そうか、それなら葉っぱも水もいけます。心臓の負担も軽くなって立ちくらみは解決だな。じゃあ持ち帰ってもう一回試作するけど、この子このデカさで葉っぱしか食べないんでしょ。体が維持できるかな。それじゃあ僕が昔作った牛と同じ方法にすれば、胃の中で葉っぱをタンパク質に変えられるバクテリアを飼うの。それなら体が大きくても草食でいけると思うよ。オッケー、それでやってみる。僕も行く、食べてみたい。あいつ動物作っては味見してんだ。いろんな視点を持った人がいるんですね。できたよ。でかいからぶつかっちゃうね。角でもつけようか。もうこれ鹿じゃないよね。ちょっと顔に馬要素っていうか、旨味足さない？旨味ならありますよ。全然うまくないし。柄がなくて寂しいわね。私が考えてあげる。あら、下田くん、もしかして。神様からの通信が。採用。はあ、新たな生き物の誕生ですね。下田くんも初仕事おめでとう。え、やっぱりタンパク質足らないんじゃん。再び典型です。採用。マジで。本当にいる生き物図鑑。身長は5メートル。野生だと寝るときもずっと立ってるんですよね。子供を産む時も立ったまま。お尻の高さは地面から2メートルぐらい。え、じゃあ赤ちゃんは？生まれたと同時に2メートル落ちて地面にビターン。かわいそう。柔らかくしなる体でダメージが少ないようになってるよ。水を飲む時はこう。頭に血が上ったりしないんですか？脳の近くに余分な血を溜めておく器官があるから大丈夫。たくさん工夫があるんですね。そういえば神様から新規のオーダーが入ってたでしょ。ああ、はい。確か可愛くて可愛くない生き物です。相変わらずふんわりしてるわね。絶対に何回もリテイク来るやつだわ。大丈夫ですよ。皆さんのこと神様は信頼してますから。デザインはお任せでってことですし。クライアントのお任せがお任せだったことなんかない。そういう抽象的なやつが一番困るのよ。絶対答えはなんか違うでしょ。思考放棄して丸投げしてこないで。すいません。私がやる。あら、メイドちゃんが可愛くないものに挑戦するの？楽しみね。こんにちは。メイドさん、進捗いかがですか？すごく可愛いの思いついたよ。どんな感じでしょう？ね、
水場が好きな細長い寄生生物で動物の脳を乗っ取ることができるの。乗っ取られた動物は寄生生物のお家になる水場まで歩かされて水死、子供たちの食料になるの。かわいくない。あのさ、メイドちゃん、アイデアは画期的だけど、かわいいとかわいくないのバランスがちょっと悪くない？やっぱりかわいい要素ばっかり入れちゃダメかな。ほら、サイズの問題もあるし、もし動物の頭に寄生するならすっごく小さくしないと。あ、小型化なら虫部に持ってったらどうですか？相談に乗ってもらえるかもしれませんよ。行く。敵です。これです、よろしく。あ、はい。虫か。採用。かわいい。こんにちは。なんですかこの空気は。メイドちゃんがノリに乗っちゃってるところよ。私もメイドちゃんに相談があるんだけど、ずっとあの調子で。すごい集中力だね。皆さん邪魔しないであげてくださいね。こうなった時のメイドの作品はすごいからな。おっきも一つ。いや違うな、かっこよくおっきも二つ。あら、ナイスアイディア。食料は毒、毒を食べる。子供は共食いなんてもう古い。うんこ、うんこ食って育つのこれだ。できた。協力ありがとう、海原さん。いや、お役に立てて何より。完成したんですか？プレゼン聞いてくれる？クライアントのオーダーは可愛くて可愛くない、だから私の思う可愛いを詰め込んだよ。まず毒のある植物が主食、それ以外食べない。海原さんのアイデアを借りてカンガルーの袋と同じ機能を搭載したよ。親のうんこを食べるために逆向きにつけたけどね。それからオスのうっきはかっこかわいい二股にしたの。あら、かわいいわね。僕、かわいいがわからなくなってきました。目は縦長瞳孔、指には鋭い爪、声は威嚇用にデスボイス。ここまでの要素がとってもかわいいので、見た目は全くかわいくなくしました。敵です。採用。ねえ、見た目はイマイチでしょ。噛み合ってないけど、オーダー通りにはなったのね。本当にいる生き物図鑑。ユーカリは毒を装備して栄養をなくすことで私を食べないでってアピールしてる植物なのよね。コアラはそれをあえて食べるストロングスタイル。誰も食べないものを食べれば競争相手がいないから。その消化のためにお腹に微生物をたくさん飼ってるのよね。子供が母親のうんこを食べるのはユーカリを消化する腸内微生物を受け継ぐためなんだよ。そうだ、コアラの声を聞いてみる。思ったより激しかったわ。どうしてこんな声に。食べ物に栄養がなさすぎるから動きたくないんだよね。だから声だけで争うようになってこんな声なの。ユーカリを消化するのはとても大変で、それだけで体はヘトヘトなんだよ。無茶してるのね。虚ろに封印されし残機せし者よ、汝の首輝きを今こそ解き放つ。いでよ、怪人なる魂。うわぁ、何ですかこのかっこいいの。これは竜よ。すごいだろ。これとあるデザイナーの初期作品で。誰だあれを出したやつは。あ、もう気づいちゃった。気づくわ。なんで昔の没作品なんか。っていうか、なんだ今の思わせぶりなセリフは。単に没になった恥ずかしいものを出すぞって言っただけじゃないか。怪人ってゴミのことだしね。すみません、雰囲気を出すためにと台本を渡されて。召喚っぽくて雰囲気出てたでしょ。雰囲気も何も。なんだこの星型の絵は。魔法人のつもりか。ああ、これなんとなく描いてたら新しい動物思いついちゃって。設計図だったんですか。すみません、踏んじゃって。いいよ、まだ何も決まってないし。で、結局なんで竜を出したんだ。
はい、神様から翼がないのに飛ぶっていうオーダーがあって、金森さんと木村さんがちょうどいい作品がボツファイルにあるっていうので。あれはダメだ、早くしまえ。でもすごくかっこいいのに。そうよ、あれは俺の黒歴史だ。黒歴史？誰だってあるだろう。若気の至りでおかしなものがよく見えたりする、あれのことだよ。竜は若い俺がスーパーかっこいいと思って凝りに凝ってボツになった作品だ。だから早くしまえ。心の中の若い俺が悲鳴を上げている。かわいそうだろ。そんなに。でも当時はダメだったかもしれないけど、今なら作れるかもしれないじゃない。そうそう、腕試しのつもりでさ。ひと事だと思って楽しんでるな。お前たちだって黒歴史の一つや二つあるだろ。どうすれば実現可能かな。翼なしで飛ばすのは難しそうね。とりあえずあの竜しまいますね。風船みたいに浮かすのはどうかしら。それだと大気より軽い気体を詰めなきゃいけないね。ヘリウムならどうかな。あれは軽いし。あ、パーティーグッズとかで声が変わる気体ですね。簡単に言うがな、ヘリウムなんて体内で核融合でもさせないと作れんだろ。軽い気体なら水素でもよくない？あ、いいね。水素も風船に詰めたら浮くし、水素なら腸内細菌で食物を発酵させれば作れるしね。つまり竜をおならで浮かせると。え、でも体が浮くほどおならを作らなきゃいけない動物ならすごく食べなきゃいけないよね。たくさん食べて体が重いのに丸ごと浮くのは難しくない？ああ、そっか、餌食べるのも苦労しそうだな。風船だと風任せで移動することになるかも。発想を切り替えましょう。全体は飛ばなくてもいいんじゃない？え、私たちは竜を飛ばしたいんだもの。竜の形をした体の部分を浮かせたらいいのよ。うわぁ、斬新。数々の作品を経たデザイナーならではの発想だね。あら、それほどでも。でもできれば竜単体で浮かせたいよね。じゃあ外敵が来たらそこ切り離して逃げちゃうとか。さすが金ちゃん、キレッキレだね。よし、できたわ。うわぁ、思った以上に斬新。竜部分どうしたのこれ。尻尾？おならを溜める部位を外に出して浮き袋にしてみました。でっかくないと竜部分が浮かないかもと思ったから本体も大きくしたわ。つまり竜の部分はダッチョウってことだな。外敵が来たらトカゲみたいに竜部分を切り離すのよ。なるほど、竜をおとりにして逃げるんだ。これ本当に作って大丈夫なのかな。ねえ、何か竜の設定で忘れてるものないかしら。オリジナルのデザイナーに聞いてみよう。って水島いないじゃん、帰っちゃったかな。さすがに美意識が合わなかったのかね。彼かなり土屋さんに影響を受けているものね。そうなんですか。そうよ、だから竜ってちょっと馬顔でしょ。そうなんですね。あの、今気づいたんですけど、この竜の口ってもしかして動物の体で言うと肛門よ。やっぱり水島さんもそりゃ怒りますよ。でも真剣に考えたらこうなったのよ。若い頃のデザインが改めて採用されるのってロマンっていうか成長の証だしね。この人たちどこまで本気なんだろう。こんなに神々しいのに中身はおならなんですね。だけど体の一部が切れて大丈夫なんですか？それは大丈夫。トカゲの尻尾みたいに切れてもいいところに切り取り線を入れたのよ。レンコンの節を折る感じに似てるよ。腸が切れるって新しいですね。体が鶏って何か意味があるんですか？ああ、竜の口から火を出そうと思って。火？可燃性の尿を吐き出して着火させればいいじゃんってなって。だから肛門と尿道が一つの鳥類をベースにしたの。ほら、口から何か出るってかっこよくない？いや、うんこが出ますよね。可燃性の尿ってそんな簡単に。あの玉って水島さんのデザイン案にもありましたけど。尿結石よ。水島さんかわいそう。なんだ？竜のことは忘れてもらおうか。っていうか、なんで竜が突然爆発したんだ？
静電気で引火して爆発しちゃったみたい。詰まってるの水素だものね。それよく燃えるわ。それよりさっき飛んできたもの、あれ何？なんだか不思議な動きだったような。翼がないのに飛ぶ動物を考えたんだ。それがこの飛ぶ蛇だ。蛇？蛇って空飛ぶ構造してないわよね。どうやって飛ぶんだ？実際にやってみよう。空中を泳いでる。見た目はただの蛇だったのに。いや、ただの蛇じゃない。なんか平べったい。そう、滑空時に肋骨を広げて平らになって揚力を生む。水平移動距離は100メートル。飛びながら方向転換も可能。典型です。採用。こういうの真の成長というんだ。ジェーン、典型です。採用。あら、星の落書き通ったのね。そう、口だか肛門だか分かんない穴から内臓が飛び出すよ。失敗は成長のもとね。グッドデザインにはきっとグッとくるわけがあるんです。高いところの葉っぱを食べさせたい。首を長く、足を長く伸ばしてみました。キリンの採用。かっこいい武器を持たせてみたい。長いの星の下。